皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日は、土曜日で、株式市場、為替も休みなんで、エンタメの動画だけ上げようかなと思っていたんですが、ツイッターのね、トレンドとかにも入ってるように、ビットコイン、大幅下落ということと、あとは、日経平均の先物とかですね、ニューヨークダウも結局5番というかね、終わりにかけて、上髭の陰線になったので、マイナス450引けということで、日経先物、マザーズ先物、ともに大きく下落、しているということと、あと今日発表されたまた、東京のですね、コロナ、新規感染者の数も初の、1万人超えということで、来週の月曜日ですね、あと2日後ですが、結構厳しい試合というかね、相場になるんじゃないかなという予想なんですが、銘柄的に、どの銘柄がとかを今ピンポイントでないんですが、平均してね、結構厳しい、相場なんじゃないかなと思ってます。で、今回見ていきたいのは、チャートが今動いているですね、ビットコインの、チャートを見て、ちょっと線を簡単に引いて見ていきたいなと思います。はい。で、こちら、ビットコインの日足チャートなんですが、簡単にですけど、はい。これ日足チャートで今簡単に線引いたんですが、9月から10月にかけてですね、この底値というかね、安い、ラインの時に、ある程度ここで固めていたと。で、こっからは、いつも自分が見てるのと、同じですかね。いつもと逆になってますね。赤が陰線、青が多分陽線だと思うんですが、こっからはね、もうずっと上昇トレンド。この線を割らずに、上昇前のね、この底値から、この暴落というかね、下がるまで、ずっと上昇トレンド。で、ほぼほぼ、8割方ですね、陽線のまま、結局この底値のね、線を割り込んでないっていうところで、上昇トレンドが続いているというところで、ここで、明らかに一回、売りシグナルというかね、上髭の陽線、上髭の陰線がこう出てるんで、で、それまで続いたこの、ね、底値のラインも、ここで割り込んでると。いうことで、一回簡単に落ち着いただけなんですよね。調整というか、横。上げから横で、上げから、横で、下かというところで、今回は、まだわかんないですね。まだ横で上がるかもしれないし、その後下がるかもしれないと。ちょっとこの後どうなるんだろうなっていう状況で、もう一回上がったんですよね。上がって、ここ、ダブルトップですよね。若干の、差はありますけど、ほぼね、同じラインでダブルトップになって、また同じ、上髭出てます。長い上髭出てますが、上髭の陽線、上髭の陰線、ね、前回と同じ。ダブルトップになって、そこから、こことほとんど、これをね、逆にしただけですよね。ひたすら、この高値のね、線から超えられずに、下落トレンド続いてると。これ一回ちょっと例外的に、すごいね、長い下髭ありますけど、それ除いてもね、この、ボックスというかね、下げのトレンドの中でね、ずっとこう、切り返しもなくね、一回ここでちょっと超えられそうかなっていう時も、結局また上髭の陽線から大陰線ということで、ずっと下げチャート続いてると。なんかすごいシンプルで、ビットコインの方が、株よりも、全部、株っつってもね、1銘柄じゃなくて多いんで何とも言えないですけど、結構シンプルなチャートかなと思います。で、問題というかね、今は、この前回の、
上がる前のね、このラインも今ちょっともう割り込んで、まあ今下髭になってますけども、割り込んできてるということで、まあさらに下があるのかというところまで来てます。で、まあ見てわかると思うんですけど、まあここもね、この上昇も、このね、トレンド変わるまで、どこで入っても勝てるし、逆に今この下げも、売りで入ればどこで入っても、まあ、勝てるということで、まだね、上昇とかね、横横のシグナルも何も出てないし、まあ、横横には何回かなってます。まずここで1回。で、次ここでもなってるし、ここでもなってると。まあ、ただ、すべて横横の後に下げということで、まだ下げトレンドと。で、やっぱり上昇するためにはですね、これぐらい明らかな、まあ、分岐点となる、ね、トレンド変わるようなチャートがあればなと思うんですけど、まあ、特にないですよね。今も大陰線2発続いてるし、まあ、ここもそうですよね、大陰線2発続いてるっていう、まあ、ちょっと似たような形になってますけど、まあ、来週その日経平均とかね、為替も、まあFOMC とかいろいろ経済指数の発表次第ってところもあるし、まあ、コロナウイルスがね、また、日本で拡大するっていうのは、まあ、ちょっと予測できなかった、こと。まあ、拡大するっていうのはあったかもしれないですけど、ここまで短時間で1万人を超えてくるとかっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うので、まあ、地合い的にも悪いと思いますが、このビットコインに関しては、高値でね、ひたすら1000万に行くって、まあ、前回の動画でも言いましたけど、1000万に行くから買いで入れっていう、情報があまりにも多すぎるんですね、SNS 上に。とりあえず将来1000万超えるからどこで買っても儲かるって言って、言ってる意味はわかるんですけど、将来1000万超えるかもしれないし、ビットコインがね、魅力的なものなのは全く否定しないんですけど、わざわざね、この下げ相場の時に1000万に行くから買えっていうのはちょっともったいないんじゃないかなと思ってですね。まあ、何、ね、ビットで入ってるか知らないですけど、で、これ700万で入って、まあ、将来1000万になると思って、まあ、じゃあ300万儲かると思ってる人も、まあ、ここで入れば、まあ、約ね、700万あるなら2個分買えるわけですよね。400万でね、まあ、800万で2個買って、400万を2つ買って、まあ、700万で1個買うかと。で、さらに1000万に行けば、プラス600万プラスと、まあ、2倍買えるんで、まあ、1200万ぐらいのね、利益が出るっていうことで、もう全然、入るタイミングが、違うだけで、利益も全然違ってくるということで、今、どう考えても下落ちゃうと。で、こんだけ下がって、まあ、リバウンドの力も大きいかもしれないんですけど、まあ、ある程度ね、こう上昇するなら、まあ、それなりのシグナルがあると思うんですよね、こんだけ強い下落の後なんで。なんで、まあ、一番下で買おうとか思わずに、まあ、ある程度横横から上昇とかね、V 字回復の上昇するまでは、今、下げトレンドなんだってことは理解した方がいいと思います。とりあえず下がったから買いっていう情報があまりにも多くて、今ちょっと最近ここだけ見てるとかね、なんか1000万に行くみたいな情報だけで買ってるかもしれないですけど、今この状況で買いで入ってるってことですかね。普通にシンプルに考えて、この状況で買いで入ってると、まあ、逆にこの中で買いで入ってるって全然違うっていうことなので、もうちょっと、まあ、後出しというかね、もし1000万に行くとすればですけど、じゃこれがリバウンドして綺麗にも400、500になってから入っても全然間に合うということで、もうちょっとね、チャート、ビットコインは、FX とか株に比べれば、まあ、結構チャートだけだったらシンプルとかね、分かりやすいと思います、まあ、なのでちょっとチャート見ながら、まあ、あとはね、経済指数とかいろいろビットコイン関連のね、ニュースとかも出てますんで、チェックしながら、売買するのがいいんじゃないかなと
思います。今回は以上になります。よかったら、チャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。